マリアナは東ティモールの都市。首都ディリから南西へ1 4 9トルのところにある。人口2万2000人。ボボナロ県とマリアナ地区の中心都市である。数キロ先にはインドネシアとの国境線が引かれている。2010年1月30日にはローマ法王ベネディクト16世がローマカトリックのディリ教区から新たにマリアナ教区を設立した。 インドネシア占領時代、マリアナは、東ティモール産の米を、西ティモールのアタンブアへ輸出する交易地となった。マリアナ地区は、ラホメア、ホルサ、リタボー、オドマウ、コルルリの5つの副地区からなる。灌え用水は、ヌヌラ川、ソソ川、ブイピラ川から取水される。この地域では、ブナク語や、ケマク語といった言語が話されるが、テトゥン語もほぼ全員が聞き取れる。 ポルトガル領ティモール時代は、コリージオ・インファンテ・サグレスという高等教育機関が置かれ、多くの知識人がこの学校を育っていった。稲作などの農業が盛んで、住民の多くは、島内で最もメジャーな主食である米を作り、生計を立てている。その他、トウモロコシも作られている。インドネシア占領時代には、東ティモールの食料自給率を向上させるために、 質の高い考えと水田の水の管理システムが構築されたが、独立後はそのほとんどが壊されるか使われなくなっている。ありがとうございます。